メジャー最高勝率のヤンキース、サイヤング賞投手コールが復帰へ。今季のヤンキースはアーロン・ジャッジやフアン・ソトといった打者の活躍が目立つものの、大黒柱のコールを書きながらもメジャー1位の防御率 3.02 をマークしている投手陣の頑張りも見逃せない。カルロス・ロドンが昨季の大不振からの復活を遂げ、コールの代役としてローテ入りした新人右腕のルイス・ヒルはここまで9勝1敗、防御率 2.03 の大活躍。コール不在の穴を全く感じさせなかった。世界一ありそう。投手も野手も最強だからこのまま行けば世界一なるやろ。一方のドジャースは怪我人まみれで山諸もベッツも失った模様。8.5 ゲーム差あるからまあ。パドレスなんか3位になってるし。ワールドシリーズはフィリーズ VS ヤンキースかな。ドジャースは PS クソ雑魚だから WS とか関係ないからセーフ。ゴジラの呪いが解けるか。ついに松井秀喜のワールドシリーズ MVP 以来のヤンキース世界一ありそうやん。正直今年のヤンキースにコールはオーバーキルや。言うてドジャースもカーショー抜きでこの勝率やしな PS はあれやが。カーショー37はもう。まあポストシーズンはその時期の調子が左右するからレンジャースなんて誰も予想しかなったやろ。世界一あるやろこれ。マジで強いからなヤンキース。どうせポストシーズンじゃジャッジ冷えるやろ。ヤンキースとフィリーズの WS みたい。ご視聴ありがとうございました。